よろしくお願いします。ああ、全力で来てくれ、キリト。俺は俺のことは気にせず続けてくれ。たまたま通りかかっただけだからな。お二人さんの戦い、ここで見物させてもらうぜ。ベルクーリ様、承知いたしました。ああ、俺たちの戦いを見てくれ、ベルクーリさん。相変わらずお前の剣は魅力的だな、キリト。さらなる成長を感じたぞ。リーナ先輩こそ、やっぱりその両手を使われると勝ち目がないって思いましたよ。お前と剣を交えることができて嬉しいよ。お前は本当にここにいるのだな。はい、先輩。見事だったぞ、ソルティリーナにキリト。なかなか迫力のある試合だったぜ。お褒めに預かり光栄です。そんじゃ、お前さんは当面はキリトと組になって行動してくれ。そんな、良いのですか？おう、お前たちの剣は随分と相性が良さそうだ。組み合わせればいい働きをするだろう。それじゃ、またな。ありがとうございます、ベルクーリ様。再びお前と共に戦えるなど、私はとんだ幸運に恵まれたものだ、キリト。俺もです、先輩。ベルクーリさんは最初からリーナ先輩の実力を見るつもりだったのだろう。たまたま通りかかったなんて多分嘘だ。キリト、先輩、先輩が俺の方に触って。少し痩せたのではないか？いえ、そんなことはないですよ。そうか、本当にまた会えてよかった。これからも私はお前の剣をもっと知っていきたいよ。ありがとうございます。俺もまた先輩と一緒に戦えるなんて嬉しいです。そうだ、先輩をみんなに紹介しよう。これから一緒に戦うことになるんだから。問題はリアルワールドのことをどう説明するかだけど。なの、先輩に紹介したい人たちがいるんです。私に？はい、俺を助けるためにここへ来てくれた友人たちです。友人たち？ユージオと同じルーリットの村に住む者たちか？いえ、ルーリットではない別の土地から来てくれました。別の土地？それはどこだ？ここまで突っ込まれると想定してなかったな。でも別の地名を言ったり変なごまかし方をする方が余計不自然だよな。リアルワールドと呼ばれるところです。リアルワールド？聞いたことがないな。やばい、マスカットか。そんな場所からお前を助けに来るとは。お前はやはり人に愛される性分なのだな。あ、いえ、そんなことはないと思いますが。お前らしいよ。ぜひともお前の友人に会わせてくれ。よかった、妙だと思わず納得してくれたみたいだ。すっごい美人さんね。なんだか大人の色気が感じられます。この人はソルティリーナ・セルルト先輩、通称歩く戦術ソーラン。修剣学院を首席で卒業された人だ。首席？すごい。さて、何から話そうか。お兄ちゃんとこの方のご関係は？俺はリーナ先輩の身の回りの世話をするそば好き生徒だったんだ。ああ、キリトが何から何まで私の面倒を見てくれてな。その役目上、私について知らぬところは何一つないと言えよ。知らぬところは何一つない？イビシン。そうですね。俺は先輩の部屋の掃除だとか
いろいろな世話をやっていました。ちょっと、なんで私たちにまで敬語になってるのよ。なんか焦ってる？焦ってなんかないぞ。ソルティリーナさん、キリト君が在学中、いろいろご迷惑をおかけしました。迷惑などかけられたことはないぞ。まあ遅刻をした時は素振り100回の罰則を与えたがな。大事な稽古に遅刻か。なんだかあんたらしいわね。なんでだよ。こんなすごい人に厳しく鍛えてもらえてよかったね、キリト君。ああ、本当に先輩のそばつきになれてラッキー。あ、いや幸運だったよ。別の意味でも幸運だったって思ってるんじゃないの。いや、そういうのはない。私も非常に幸運だったよ。キリトは私が卒業する際、私の好きな花を送ってくれたのだからな。その花は西帝国にしか咲かないものだというのに、思わず涙がこぼれたよ。憎い演出ちゃん、私も多分それされたら泣いちゃいます。うわ、なんだかあんたらしいというか、やっぱりたらしというか。違う、そんなやましい意味はない。素晴らしい指定愛ですね。アスナ、目が笑ってない。ソルティリーナさんは対策本部に入って一緒に戦ってくださるんですか。ああ、ベルクーリ様からキリトと組むように言われた。これからは皆の世話になると思う。ここにいる皆は危機に陥ったキリトを助けるため、リアルワールドなる土地から来た。そのようにキリトより伺っている。関わった歳月は皆より短いが、私もキリトを思う気持ちでは皆と同じ。どうか仲間として共に戦ってほしい。何かと至らないところもあるかとは思うが、よろしく頼む。こちらこそ、そんなすごい方に協力してもらえるなんて心強いですよ。本当に先輩が対策本部に来てくれて嬉しいです。先輩、これからどうかよろしくお願いします。そんな堅苦しくなる必要はない。これからお前とは先輩後輩という立場ではなくなるのだからな。つまり新しい関係ということになるな。先輩後輩などという壁はもはや存在しない。新しい関係？そうだ、私はお前と共に新しい関係を築くのを何よりも楽しみにしている。なんならリーナと呼び捨てにしてくれてもいいのだぞ。キリト君？あ、先輩は先輩です。呼び捨てでなんて呼べませんよ。そうか、それは残念だ。だが呼び方などは関係がないからな。さらに深い絆を結んでいこう。キリト君、後でゆっくり話そうか。いや、アスナ、リーナ先輩とは何も。はあ、罪作りな男ね、キリト。安定のって感じ。強敵。まったく、いつまでたっても懲りないわね。この不穏な空気、一体これからどうなるのだろう。ともかくよろしくお願いします、リーナ先輩。さてと、うん、それと、そうだ、頼む。
メだ。おい、アスナ。あ、キリト君、ちょうどよかった。少し付き合ってくれないかな。ああ、いいけど、何するんだ。久しぶりに君に手料理を作ってあげようと思って、これから買い物に行くところなの。本当か？アスナの手料理が食べられるなら、買い物ぐらいいくらだって手伝うさ。まったくもう、現金なんだから。ショックだな。肝心のお肉だけ売り切れてるなんて。他の材料は全て買えたみたいだけど、一体何を作るつもりだったんだ。シチューを作ろうと思ってたの。でもお肉がないなら別のものを作るしかなさそうだね。確かに肉抜きは嫌だけど、アスナのシチューを逃したくないな。あ、そうだ、売ってないなら取りに行けばいいんだよ。取りにってどういうこと？自分たちで食材なる獣を狩るんだよ。ユーシオと旅をしてた時は狩りで食料を調達してたんだ。狩りか。早くこの世界の戦いにも慣れたいし、ちょうどいいかも。そうと決まれば早速出かけようぜ。王都から出れば獣の一匹や二匹いるだろう。とはいえ、狩人の天職の妨げにならないような獲物を一匹だけ狩るようにしないとな。うん、行こっか。それじゃあまずは肉じゃなかった、獣を探さないとな。あ、待って、キリト君。どうした？実際に獣を狩る前に私と戦ってほしいの。あ、アスナと？うん、私はまだこの世界に不慣れだから少し練習しておきたいなって。アスナとの立ち合いか。久しぶりに戦ってみたいって気持ちもあるな。わかった、相手になるよ。ありがとう。それじゃお願いします。さ、行くよ。俺の勝ちだな。
けど、キリト君には勝てる気がしないや。いやいや、俺の方こそ危なかったよ。その剣速と正確さ、先行はこの世界でも健在だな。そんなキリト君こそ、剣の重さや反応速度といい、ちっとも衰えてないね。やっぱりキリト君は最強の剣士だよ。ああ、なんか久しぶりだな、こういうやり取りするのは。どうしたの急に。改めて感じたんだ、長い間アスナと離れていたんだなって。アスナに会えなくて寂しかった。私も寂しかったよ。キリト君がどこか遠くに行っちゃう気がして。ごめんアスナ、ずっと一人にして。俺約束したのに、いつまでも一緒にいるって。誰かいるのか。なんだ、キツネか。びっくりした。アスナ、何、顔赤いけど。え、これは違うの、キリト君が照れてるから。それはほら、誰かに見られたら。その、うん、私も行こうか。ほら遅くなってもあれだし。そうね、行きましょう。お待たせ、シチュー出来上がったよ。おお、いい匂いだ。それじゃいただきます。うん、どうぞ。おかわりもあるからたくさん食べてね。うまい。やっぱりアスナの手料理は最高だな。よかった。アンダーワールドの料理を作る仕組みは SAO や ALO のシステムとは全然違うから、ちょっと不安だったの。大丈夫だよ、すごくうまいから。剣だけじゃなくて料理のセンスも変わらないな。褒めたってこれ以上は何も出ないわよ、食いしん坊さん。そういうつもりじゃなかったんだけどな。しかしアスナとこうして二人でシチューを食べると、やっぱりあれを思い出すよ。あれってラグーラビットで作った？そうそう、あのシチューはうまかったよな。この世界であの味を再現できないかな。この世界の食材とか調味料とかによるけど、私は無理して再現するくらいなら思い出の中にしまっておく方がいいかな。もう二度と味わえない料理なんて素敵じゃない。キリト君が初めてうちに来てくれた時の料理だからなおさらね。なあ、なあ、まあそうだな。それじゃあ74層の時のサンドイッチはどうかな。もうキリト君は食べ物のことばっかりなんだから。他に覚えてることはないの？あります、忘れるわけないじゃないか、いろいろあったんだし。本当かな、キリト君のことだから怪しいな。本当だって、信じてくれよ。ごめんごめん、冗談。ねえ、もっと話さない？なんだか懐かしくなってきちゃった。そうだな、俺も同じ気分だよ。せっかく二人きりなんだし、たっぷり話そうぜ。初めて会ったのはアインクラッドの第一層だったよな。当時のアスナは。あんまりその頃のことは思い出したくないな。兄のナーブギアで入った初めての仮想世界がまさかデスゲームの舞台だったなんて。その割にゲーム初心者とは思えない剣さばきだったけどな。あの頃はとにかく仮想世界という偽りの世界を脱して現実世界へ帰るために必死だったの。まあその考え方はキリト君と出会ったことで変わっていったけど。俺特別何かをしたって気はしないんだけどな。ゲームのいろいろな知識や仮想世界での生活や思い出も現実と同じくらい大切なものなんだって教えてくれたよ。ラグーラビットのシチューの味が忘れられないのはそういう考え方をキリト君に教わったからだよ。俺だってアスナからたくさんのことを教わったさ。
誰かといることで得られる安心感や信頼、何よりアスナ自身が俺にとってかけがえのない大切なものになったからな。そんな真正面から宣言しなくても。ごめん、あくまでも俺は事実を言ったまでで。いいの、私にとっても事実だし、だから私はアインクラッドでキリト君と結婚したの。そうだよな。ありがとうアスナ。俺はアスナがいたから75層でヒースクリフ、カヤバアキヒコと戦おうと思った。残念ながら決着はつかなかったけどさ。確かに時間はかかっちゃったけど、私たちは100層まで到達した。そしてキリト君は今度こそ団長に勝利した。アスナやみんなのおかげだ。それがなかったら俺は SAO をクリアできなかった。だからこれからも力を貸してほしいんだアスナ。もちろん、キリト君のそばにはいつも私がいるから。SAO 以外にも思い出はたくさんあるよな。次に行った世界は ALO だね。デスゲームのような命のやり取りこそなかったけど、あの世界で出会った人たちとの思い出は SAO でのものに勝るとも劣らないよ。うん、セブンやレイ、そして勇気。アスナは勇気と特に仲が良かったもんな。病気を抱えていてもすっごく強くて前向きで、そんな彼女の生き方みたいなものに惹かれたのかな。この世界を出たら真っ先に会いに行くつもりだよ。 ALO の次に始めた VRMMO は確かオリジンだったよな。うん、あの世界は SAO のデータを使って作られていたんだよね。ああ、そのせいで NPC にとってのデスゲームが起こり、結果的に世界が崩壊しかけたけど、プレミアやティア、あの世界の住人たちを無事に助けることができてよかったよ。一時はどうなるかと思ったけどね。まったくキリト君はすぐトラブルに巻き込まれるんだから。まあ GGO での事件は一応依頼を受けて調べたというか、確かゲーム内で殺されたキャラの持ち主が実際に現実世界で殺されるっていうデスガン事件を調査しようとしたんだよね。なあ、気候家さんの頼みでね。無事に解決できたとはいえ、キリト君も危険な目に遭ったのは確かでしょ。それなのにまたこの世界でも危険な戦いに身を投じちゃうんだから。すいません、返す言葉もありません。思い返すと君は無茶してばっかりだね。そんなことはあります。現にこの人界を支配していた最高司祭と戦ったんでしょ。それはほら、自力で現実世界に帰るためで、つまりはアスナさんに会うためと言いますか。ずるいよもう。とにかく私が来たからにはもう無茶をさせないからね。このアカウントだってキリト君を守るために選んだんだから。そうだったのか。それでアスナの選んだアカウントってのはどういうものなんだ。ハイレベルアカウントって呼ばれてるアカウントの中から私は聖騎士の職種を選んだの。パラディンって言った方がゲームっぽくてキリト君には馴染みがあるかも。アンダーワールドの天職に当てはめるなら上位騎士ってところかな。シノノンやリズたちもハイレベルアカウントから選んでいるはずだよ。なるほどな。それでその上位騎士ってのはどういうものなんだ。高性能なアカウントなんだろう。うん、基本的なステータスや権限レベルはキリト君と共闘するには十分なはず。それに特殊な能力も付与されていて、攻撃面もサポート面も両立が可能なアカウントなんだ。それはちょっと羨ましいな。で、具体的にはどういう能力なんだ。まずは攻撃面だけど、レイピアに高い適性があって精密攻撃に優れているの。アスナだから使いこなせるっていうのもあるんだろうけど、まさに先行にぴったりだな。そんなことないってば。次にサポート面だけど、上位騎士の特殊能力で
酵素だったっけ、光属性のエレメントを自動生成できるの。それじゃあ色区の栄章なしに酵素を生成できるってことか。そういうこと。ただ省略できるのは生成だけだから、エレメントを使った新生術には当然色区が必要なんだけどね。だとしても治癒術に必要な酵素の自動生成はすごいよ。ただでさえ酵素は変換効率の低い属性だからな。つまり私は他の人より回復に長けてるってこと。自分に対してももちろんキリト君に対してもね。だから私は思う存分戦えるし、キリト君のサポートもできる。なるほど、それで無茶はさせないってことか。とはいえそのアカウントの能力、まさにバーサクヒーラーって感じだな。それはそうだけど、言わないでよもう。少しでもキリト君の助けになればと思って選んだのに。ごめんごめん、アカウントの能力はもちろんだけどさ、アスナ、君は俺の相棒であり大切な人間なんだ。当然これからも力を貸してほしい。うん、遠慮なく私を頼ってね、キリト君。アスナ、会いに来てくれてありがとう。アスナに会えた時、この世界に来てから初めて心の底から安心できた気がしたんだ。キリト君。けどまだやらなきゃいけないことがある。うん、アンダーワールドのみんなを守らないとだもんね。そうだから、この世界でまた俺と一緒に戦ってほしいんだ。もちろんだよキリト君、だって私はそのために来たんだから。ありがとうアスナ、改めてこれからもよろしく頼む。うん、キリト君、これからもよろしくね。
Thank you.
然なんですけど、今って大丈夫ですか？ああ、平気だけど。もし迷惑じゃなければ、私に新生術を教えてくれませんか？新生術を？もちろんいいけど、急にどうしたんだ？この世界って、他の VRMMO ゲームの世界とはかなり感覚が違うじゃないですか。そうだな。娯楽としてのゲーム性よりもシミュレーションの側面が強いデザインをされているからな。俺も初めてこの世界に来た時驚いたよ。新生術を覚えるのにも苦労したし。そうなんです。新生術って他のゲームみたいに呪文さえ覚えればいいってわけじゃないので、戦いで役立つぐらいに使いこなすには一からいろいろと覚えるしかなくって。俺は修剣学院の授業で学んだからな。初歩的なことくらいだったら教えられるぜ。それならすみませんが、お願いしてもいいですか？ああ、構わないよ。じゃあ少し広い場所に移動しようか。はい。新生術にはいろんなものがあるけど、やっぱり最初は基本となる素因について理解を深めるべきだと思う。素因？エレメントとも呼ばれているものですね。ああ、素因は全部で8種類ある。水素、熱素、酵素、陶素、風素、暗素、小素、豪素だな。こいつらを状況に合わせて生成して使うんだ。例えば暗闇の中で酵素を出せば懐中電灯代わりになったりな。ふむふむ、なるほど。生成した素因は変形させることでさらに別の用途に使える。熱素を矢の形にして放って攻撃したり、酵素を癒しの力に変えて傷を治したり。本当にいろいろなことができるんですね。そうだな。あとは素因同士を組み合わせて別の効果を得ることもできるな。例えば熱素と水素を組み合わせれば高温の蒸気を作り出すことができる。さらにこれを風素で作った玉型の渦で閉じ込めれば、いわゆる蒸し器のようなものも作れたりもする。へえ、料理もできるんですね。素因を応用して蒸した肉まんも結構美味しくてさ、あの肉まんまた食べたいな。キリトさん、いつの間にか食べ物の話になってますよ。ああ、悪い、つい思い出しちゃってやっぱりキリトさんはこの世界でも変わらないんですね。これで実感されるのも複雑だな。と、まあ新生術の説明はこんな感じかな。ありがとうございます。でもやっぱり実際に新生術を使っているところを見てみたいですね。そうだよな。わかった、ちょっとやってみるよ。まずはネストから。システムコール、ジェネレートサーマルエレメント。まあ一通りはこんな感じだ。陶素だけは失敗しちゃったけどな。なぜか苦手なんだよな陶素。いえ、でもすごいです。さすがキリトさんです。そうかな。じゃあシリカもやってみるか。はい、じゃあ私もネッソから。システムコール、ジェネレートサーマルエレメント。どうでしょうか。すごいな、完璧じゃないか。俺が失敗したトースや、さらには変形まで。よかったです。うまくできました。
キリカは神聖術に適性があるんだな。そうなんでしょうか。まあ神聖術は単なる音声コマンドじゃなくて、術者のイメージ力で成功するかどうかや威力が決まるんだ。だから通常は慣れが必要なんだけど、いきなりここまでできるのは才能だな。そこまで褒められると照れますね。でもこれでキリトさんのお役に立てますかね。ああ、術者としてはもちろん、シリカがいてくれるだけで助かるよ。嬉しいです。でもそれだけで満足しちゃダメなんです。今までいろんな世界でキリトさんと一緒に戦ってきましたけど、守られてばかりだったので、これからもっともっと神聖術を練習して、今度は私がキリトさんを守りますから。シリカ、すごく頼もしいよ。でも無茶したり焦ったりはしないでほしい。俺の経験上、神聖術って練習ではうまくいくのに、実践ではうまくいかないことも多いからな。そうなんですか。じゃあ実際にやってみましょう。実際に？ここで手合わせをするってことか。そうだな。いいぜ、やってみよう。シリカは本当にすごいよ。いきなりここまでできるんだから、自信を持っていいぜ。そうですか。じゃあ自信持っちゃいます。これからはキリトさんを私の神聖術で守ります。で、調子に乗りすぎました。この世界に入るにあたって使っているアカウントが優秀というだけかもしれないのに。そうか、比嘉さんたちに特別なアカウントを用意してもらったんだな。だとしても、俺は本心からシリカを褒めたつもりだよ。さっきも言った通り、神聖術はイメージが大切なんだ。その能力に関してはアカウントだけじゃ補えない。シリカ自身の力があってこそだと俺は思うよ。キリトさん。そんな風にキリトさんに言われるなんて
私嬉しいです。初めてお会いした頃の私にも聞かせてあげたいくらいです。初めて会ったのは確かアインクラッドの第35層迷いの森。覚えてくれていたんですね。忘れるわけないさ。シリカの悲しそうな顔が印象的だったからな。あの時はパートナーだった古竜ピナを失って自分自身の命も落とすところだったんです。でも私はキリトさんに助けられて、ピナの復活も手伝ってくれて感謝しかありません。その後はあまり頻繁にはお会いできませんでしたけど、アスナやリズ全員が初めて揃ったのは第76層だったよな。はい、皆さんに出会えたのはもちろんですし、まさか私も攻略組の一員になれるなんて。ピナのことといい、攻略組に入れたことといい、全部シリカの強い思いがあってこそだよ。ありがとうございます。これまで SAO、ALO、オリジン、GGO と一緒に冒険してきましたけど、キリトさん、私アンダーワールドでも頑張ります。特別なアカウントのことを教えてくれないか。はい、ハイレベルアカウントから私は賢者と呼ばれているものを選びました。アンダーワールドでは学者という天職に近いかもしれません。賢者と聞くと様々な知識に秀でているっていうイメージだけどな。さすがキリトさんです。大体当たっていますよ。賢者は目にした人や物のステーシアの窓を閲覧でき、触れることなくステータスを確認することができるんです。他にもエレメントを感知できたりと、サポートに秀でたアカウントなんです。へえ、アンダーワールドでは一般的なゲームと違って数値の表示物がほとんどないから、その能力は戦いで有利に働くだろうな。はい、危機察知能力にはかなり長けていると思うんです。これまで仮想世界ではいつもピナが一緒にいてくれて、あの子が危険が近づくのを教えてくれましたけど、ここにピナはいません。それでも私はキリトさんやみんなの役に立ちたい、そう思って私はこのアカウントを選んだんです。なるほど、頼りにしているよシリカ。はい、特別なアカウントのことを教えてくれないか。はい、ハイレベルアカウントから私は賢者と呼ばれているものを選びました。アンダーワールドでは学者という天職に近いかもしれません。賢者と聞くと様々な知識に秀でているっていうイメージだけどな。さすがキリトさんです。大体当たっていますよ。賢者は目にした人や物のステーシアの窓を閲覧でき、触れることなくステータスを確認することができるんです。他にもエレメントを感知できたりと、サポートに秀でたアカウントなんです。へえ、アンダーワールドでは一般的なゲームと違って数値の表示物がほとんどないから、その能力は戦いで有利に働くだろうな。はい、危機察知能力にはかなり長けていると思うんです。これまで仮想世界ではいつもピナが一緒にいてくれて、あの子が危険が近づくのを教えてくれましたけど、ここにピナはいません。それでも私はキリトさんやみんなの役に立ちたい、そう思って私はこのアカウントを選んだんです。なるほど、頼りにしているよシリカ。はい、そろそろ戻ろうか。練習に付き合ってくれてありがとうございます。キリトさん、この世界でもよろしくお願いします。ああ、よろしくシリカ。
メだ。